はい、どうも、俺です。女子高生？ハローワーク来たね。ハローワーク美咲。大丈夫か、でも。なんか、大丈夫なのか、服とか洗わなくていいのか、これ。さあ、とりあえず、金拾おう。ん？お、100円でかい。食安。いっぱいいるなぁ。ネットじゃないんで探すのって仕事って。そんなにいんのかよ。結構いるな。結構来てんな。一番、お前何歳だ。何歳だっけ。42歳だ。ナンバーは確か41かな。どっちも望みやすいな。看護師の免許あったら再就職なんて余裕じゃないの。仕事ってのは熱意だ。熱意だろ。熱意ね。熱意ね。やる気、元気、本気みたいな。まだまだ若いやつには負けねえよ。やっぱ信用できねえな、やる気だけじゃ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。酒飲んでし、そういった方は斡旋しかねますね。そうだよな。まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。まだ来るんだろうな。若いやつに負けねえと言いながら、若いやつはもっと素直だぞ。多分次の方。はい、よろしくお願いします。あ、なんか書いてきたんだ。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて、でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。えらいな、やっぱでは教訓にな、さっきのやつを。特別にもう決定か。ご実家の住所を書いといてください。実家もないんだよな。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。あ、そういうのもあんの。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。これお金もらえるんだったらいいじゃん。俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。やっぱやる気だけはね、やっぱあるから。みんなと一緒で。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。あ、でも自立支援センターとかいたらなんかねえ、そこを住所に指定とかできるんじゃないの。難波さんはどうだ、熱意は伝わったか。伝わってるんじゃない。全くダメだ。効果ないだけで。俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことだ。お酒のさん、その通りよ。どうだい、見捨てられた門同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえ。飲みたいわけじゃないからな。ホームレスの分際で透けしやがって。こいつも安心してんだろうね、今自分より下がいるっつって。魚でも釣りに行ってる方がマジだったぜ。とんだ無駄したい。どうすんのこれ。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ。お、なんか仕事探しに来たのか。職員さんじゃないのこれ。そりゃここにいるんだからそうだろう。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そうだね、今困ってるね。困ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところ、あんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。どうなんだろうな。ヤクザだぞ。まあでも悪くはないか。ありがとう。何、臭い？何？いや、ちょっとしたバイトをしないかい？怪しくない、なんか。と言っても雇い主は私じゃないよ。マフィアか。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね。ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。何のスナック。お酒でも作んの。さあね、詳しくは知らんが、
仕事をこなせば5000円ほどくれる。なんか高いとも言えないし安いとも言えないよなこの金額。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとうな、おっちゃん。4時間ぐらい働いたら怖い。しかもスナックだから夜でしょ。3時間分ぐらいのバイト量じゃない？ん？何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ。規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。あ、本当に救おうとしてやってくれたの？いつも勝手なんですから所長は。まあ、所長なんだ。じゃあ悪い話ではないか。まあ、めちゃくちゃ高い料金じゃないもんな。これが5万とかだったらちょっと怪しいけどさ。夜になってる。何時間おってんハローワークに。すいません、行くよ。え、どっち、こっち？めっちゃ長いことおったな。タクシーなんか使えるゴミ分ではございません。なんだこれ。敵もホームですかよ。ナンバどんだけ遠いねん。後つかず鳩。え、ウィーク？弱点ついた。これ一気に決めるのが一番いいな。10円。ホームですからおにぎりうまいとったんだけど。もう殺人だろこんなの。もうホームレス多すぎだろ敵に。ちょっと食べた方がいい。おにぎり投げようか今の。おにぎり、おい来た、おい来た。遠いんだよなんかあいつも。見てろよ。すごい弱点ついてる。あとハトにな攻撃されたらな得意なやつがいないだよな。強い。何よかったね。次は10円と、まあ、10円だけ。10円も生命線だけどな、きっと。お前でもいい街だな。なんか最初のイメージがホームレスの公園だったからイメージがね、なんかすごいあのなんていうのかな、ド貧民街みたいな、スラム街みたいなことを想像したんだけど、普通にいい街だった。普通の街だ。500円。え、500円落ちて。おい、ちょいちょいちょーい。もうバイト役ない。もういらなくない。え、めっちゃ落ちてるんだけど。10円。何もないわ。これが普通だよな。もうやってみようかな今の時。自販機の下意外とあるかもしんない。全然あるよ。500円落ちてたのめっちゃいいよな。やった甲斐あるよな、別に。それだったら、現実でもな、500円だったら。紙の皿はいらないな。それ使えないわ。洗いもできねえっていう。どこ？スナック。ちょっと待って。ちょっと待って。何？装備売ってんの？ここ。え、何ここ？装備売ってんの？剣と盾のマーク。いらっしゃい。キムチ売ってる。ありがとう。な、装備屋さんだ、道具屋さんだ。これヒノキの棒とか多分売ってるよきっと。え、どこ。あ、なんかいいじゃん、この辺アパート。なキリュウちゃんがね広島で住んでたアパートみたい。あー、なんかいいねこういうところ。あ、なんか過ぎてた。ハーバーライト、ハーバーライト。窓割れてますよ。窓割れ。ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。え？ケン直子。ハローワーの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。ケン直子さんだ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。2人もよこしてくれるなんて神戸も気が利くね。え、何？命張る？ちょっと待ってくれよ。用心棒？命張る？何命張るって？一体何の話だ？
俺らに何させる気だよ。確かに一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が狙われてんの？並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒にあっててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気。電気？電気？東電ってやつか。ああ。あの電線を見てみな。あ、ごっちゃごちゃしてる。ずっと昔に奴らが勝手に貼ったものさ。切れば全部。奴らって誰だ？あれって。コミジュルじゃねえか。何じゃコミジュルって。なんだそれ。お話だろ、偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。え、マフィアは電気代も払えないのか。名称はね、コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万円。あ、それはでかいよな。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すればいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。では確かに東電だもんな。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え、なんでだよ、窃盗だぜ。警察さんってなんだろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。え、これ行くの？行く流れ？やべえこと。どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また警察もやられんの？大げさじゃねえ。コミジロに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で墓場みたいなところだぞ。何それ、幻影旅団のふるさとみたいな。あそこに近づくのは嫌だ。流星街だ。南波さんは知り合いいねえのか、コミジュルに。いねえよ、知り合いたくもねえ。そんなにやばいんだ。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だか分からない。ああ、そうなんだ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど、町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしか。ドローン飛ばす？で、行けば死ぬのは間違いなし。てわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだ、月数万はでかいよな。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。壊しダメな、あの。こら、一番。お前何言ってんだよ。電柱みたいなやつ。関わるのはやそうぜ。だったら、電線切っちまえばいいんじゃねえ？コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカよね。だよね。だから昨日、切っちまったとこだよ。切ったんかい。え？切ったのかよ。やるな、ばあさん。何してんだよ、ババ。すみません、私も止めたんですけど。まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。堪忍袋のついでにね。電線も切ってね。私も年かね。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだよ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。来なかったらどうすんだよ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？確かに一日経ってんのか。ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。本屋中に修復しろ。復旧しろ。あ、復旧だ。電線を直せってことか。もし直さなかった。あ、だからガラス割れてんのか。そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって絶対来るさ。絶対来るよな。あのな、
ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。ただの客かよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけ。ママ大迷惑だろ。どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジルと関わり合うのなんて絶対にごめんなぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。でも一番帰らないだろ絶対。こっちから願い先だ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ。電線をまた引き直してそれでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。なんか弱い立場のずるいよなこれな。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得。そうだよ、納得はできないなこれな。泥棒された上その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。勝手に。勝手に。構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃなんだ。人助けして金までもらえるなら願って。いやなんかそれでこそ一番だな。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このバーバー。本当に。本当にいいんですか。本当にいいんですか一番。ねえ、男に日本はね。俺たちで引き受けるぜ。ついにちょっと選択してあげてくれ。俺たち。俺も入ってんのか。ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。わかったよ。やるよ。やらいいんだろ。こいつの臭い息の攻撃のせいで。よし。なんかはあとかいうあれが全部匂ってくんのかなって思っちゃう。心強い用心棒が二人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。まち勝手な客だなこいつ、ケンナオコ。わら座られてるし、なんだかんだ結構にぎわってんだ。来んのか。しかし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張ってやつら一体何に使ってんだ。あれかな、ビットコイン掘ってんのかな。俺は知るはずねえだろ。飲みすぎだぜナンバー。たった5000ポチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。確かに。あれコンクリートブロックか。でもよ、さっきの復旧しろって。おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。誰もいないとか。俺はそう睨んでるぜ。名古屋組みたいな感じになってるみたいな。人間はコミジロを恐れてる。それはコミジロも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。お、いやお前もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれない。来たのかと思った今。だからよ一番、もう石黒で住んでる今のうちにもうこれは脅しだけだっつってママとばあさんほっといてずらかろうぜ。そんなかかりたくないんだな。聞こえてるよ。他の客もちょっとビクビクするやろこれ。地獄耳なばあさんだぜ。ん？お？どうした？なんだスナイパー？いや、あれ。なんだ？誰もいねえじゃねえか。いや。さっき人影が…いた？
あ、ポップコーンか。懐かしい、これ。ポップコーンかよ。あったな、これ。今売ってんのかな。お、いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。これ違うん、こいつじゃない。あ、あの男、ハローワークにいたやつだ。酒飲んでたやつか。本当だ、あの野郎。無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん、なんか持ってる。お、なにハンマー持ってる。な、え、うわら、やめろ。コミジュルなのか。こいつそうだったのか。待て。危ない危ない危ない。普通に客殴ろうとしてなかった今。邪魔すんじゃねえ。こいつもバイトで雇われたんじゃない、コミジュルに。なんであんなことしたんだい。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったら韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。そんだけ金あるんだったら電気代くらい払えや。するってんなら、てめえらも容赦しねえぞ。お、やばいってこいつ。傘じゃ無理だって。傘じゃ無理だって。臭い気。なめんなよ。とっておき。臭そう。臭そうだな。渾身パンチ。あ、めっちゃ弱いやん。超弱いんですけど。ボスかと思った、普通に。ただのおっさんだった。お前、名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。よし、個人情報ゲット。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか。お茶悪いか。お、もらえない感じか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ、間違いねえ。なんでわかる。まあ、身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃない。あ、そうだな。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった。顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえ、覚えてなかったらどうやって金もらうけ。ちゃんと答えろ。やめろ、ナンバー。聞きたけ、あのアマに聞け。アマ。ちょっと待て。おい、一番。おな。何これ、歴史ゲーム。やめとけ、一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ、笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつが。あいつ自身がそうなのか。やつがコミジュルのメンバーかもな。なんで払われおってんだよ。どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいんのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。どっかの援護射撃やねん、あれ。一番、見ろ。おいつか、うん、いっぱいいる。危ない危ない。たまたま当たんなかっただけだぞ今。殺されちまうよ。よし、一か八かだ。行くのか。一番、何してんだよ本当に。あんたらが雇ったやつか。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても
死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あとそれとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてよ。電気のためにここまでやってんだもんな。お前の方こそやめてくれ。確かにそうだよな、潰れたらな。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ、俺ら死んだな。さよなら。え、撃たれる。ボウが、うん、危ない。気が済んだか。え、やめてくれんな、それで。やめてくれた。嘘。ありがとうよ。そうこなくちゃ。え、話し合いで終わったってこと？おい、話し合いなのか。すごい数ですけど。マジかよ。やろう、あと50本ぐらいあるけど。どんだけ外すんだよ逆に。ニッコニコやな。おかえりなさい。解決？え？敵よりこっちの雇った用心棒の方が一枚上手だったわね。ありがとうございます。助かりました。こんなに早く解決するなんて嘘みたいです。いや、その一応解決したって言えばしたのかな。待った。そもそもママもばあさんも何だ解決したと思ってんの。ついさっき電話で連絡があったんですよ、多分さっきのとこから。え？え？さっきのってあの松尾が連絡を。はい。ええ、さっき悪かった、電線はそのままでいいって。そういうことさ。マジかよ、やったじゃねえか。でもこれ一人許したらさ、全員みんな切るんじゃないの、全部の店。うん。あ、でも松尾はあいつ本当にコミジュリだったのか。なんかどうだっていいじゃねえか、一見楽着楽着なんだぞ。一体どんな手を使ったんだい。いや、頼まれた仕事をこなしただけっすよ。カッコつけちゃって謙遜かい。お約束の5000円。え、もしかして2人合わせて5000円。俺はてっきり1人5000円かと。すみません、お支払いしたのは山々なんですが。お、浜子さん。浜子さんってこの人か。今どうしてもこれしか。いくら俺らがホームレスだからって用心棒代にしちゃ安すぎるぜ。俺らは命かけて。よせよナンバー、人助けしたんだ。これで十分じゃねえか。お前の命は2500円ってか。お、この人浜子さん払ってくれよ、ね。だったら、私があんたの坊やたちを雇うよ。何？明日一日、私の店で働いてくれれば5000円払う。それで穴埋めしようじゃなく、また、その穴埋めじゃない、それ。追加や。穴埋めってのはタダでくれることや。浜子さんだっけ？あんたもスナックやってんのか？違う。分かっちゃいけないよ。私はそんな下品な商売やろう。容疑言うたな、今。目の前にいるぞ、下品なことやってるやつ。川沿いを下ったところに小料理屋が数軒並んでる。っていうか私、え？それが全部私の店だ。全部？まあ、金井がうまそうだな。あんたらには店の掃除をしてもらう。やるからはきっちり働いてくれ。分かった。ありがとう。どうした？店に来な。下品な商売、よう言うたな、でも。あ、そうだ、ボヤです。名前は？ナンバだ。え？俺は、春日だ。人の名前は？おう。一番だ。春日一番。偽名じゃねえぞ。いい名前だね。大切にしない。あんたの名前は今日から一だよ。贅沢な名だね。ババア。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったら見てください。それじゃあお疲れ様です。やっぱ笑ってる、笑われてるよなこれな。ひどいもんだ。